こんにちは、キョルジャー JP です。今回、ですね、映画から帰ってきたら、テレビくんの応募者全員の、ガンホルダーベルトが届いていたので、早速中を、開けてみ見てみたいと思います。ちなみにお値段は1600円です。あれでも相当似てますね。1600円なんですけど、きっちりと作られてますよ。ちゃんと縫われてますし、ここはちゃんとマジックテープになってますね。そして、恐竜ジャーのマークワッペンも入ってます。あれ、これ意外とすごいですね。結構1600円だから舐めてたんですけど、これで全然いいですよね。おそらく皆さんが気になってるであろう長さを測ってみたいと思います。長さはだいたい66か7センチぐらいですかね。多分僕のウエストと同じ、ほぼギリ同じぐらいなんですけど、これはきつそうですね。おそらく大人では無理ですね、これは。プレ版の方と比較してみましょう。もうパッと見た感じでは大きさとかは変わんないですね。どちらかというとテレビくんの方が大きいかもしれないですね。この辺も一緒ですね。ちょっとこの辺の縫い目がテレビくんの方は気になりますかね。そしてこの恐竜ジャーのマークも随分印象が違いますよね。こっちは、周りがシルバーで覆われてるのに対して、こっちは黒になってます。横に並べてみないと違いは分かんないぐらい、こっちでもよくできてると思います。ではガーブリボルバーをセットしてみたいと思います。このようにマジックテープで、ここをマジックテープで留めるだけですね。付け方はこっちと変わらないです。マジックテープも結構頑丈なんで落ちたりすることはなさそうです。ということで今回はテレビくんのガンホルダーベルトと、プレミアムバンダイのガンホルダーベルトを、比べてみました。もうネックになるのはここのウエスト部分ですね。テレビくんにも書いてある通り最大で約65センチ、足回りが約40センチ、完全に子供サイズになってますので、やはり大人では、サイズ的に厳しいかなと、思います。それ以外はもうほぼ同じというぐらいよくできてます。これが欲しい方はまだ今月以降のテレビくんでも間に合いますので、こちらでチェックしてみてください。以上、テレビくんの応募者全員ガンホルダーベルトの紹介でした。